こんにちは、村上工業の大橋です。今回は手持ち型のレーザースキャナーを紹介します。それではどうぞ。これは手持ち型のレーザースキャナーで、オーストラリアの会社が作ってます。この部分からレーザーの光が出て、距離を測りながら周りの点群を作っていきます。こういう形でぐるぐる回ってるんですけど、さらにこの中でレーザーの発射装置がくるくる回ってます。これで360度周りの地形を取ることができます。これを持ちながら歩いていくことで周りの地形を全部取ることができます。距離はだいたい100メートルくらいまで測ることができます。はい、では電源を入れます。これには GPS がついてないので、自分が動いた位置をどんだけの力を受けて動いているかっていうのを記録する装置がついてまして、それの初期化中です。 OK です。それでは測っていきたいと思います。測るときはこのボタンを押します。すると計測が開始します。これで測れています。これを持って歩きながら測ります。近くに人がいると点がババババババそう、まあそれは別に見栄えだけの問題なんで、あとは何でしょう。ただ超精密機器なんで、この部分はこの部分に衝撃がいかないようにちょっと注意は必要です。今こういうふうに計測してますけども、歩きながら測っていく中で、もうこの機械の中でこの建物のみたいな形はもう出来上がってます。では建物の形は取り終わったので電源を落とします。はい、止まりました。これで計測は終了です。計測が終わりましたので、これからこの中からデータを取り出して、今度はパソコンの方で解析して3次元の点群を完成させます。今回は歩いて計測しましたけども、例えばリュックとかにつけて背負いながら自転車に乗ったまま計測もできますし、試してないですけど車でも計測はできるかと思います。レーザードローンだと上から撮りますので、下が木が密集しているとかだと撮れない部分もあったり、例えば建物の下とか建物の中とか、そういう部分 GPS が届かないところでもこれだと測ることができますので、そういう部分ではこれは活躍します。
今回は手持ち型のレーザースキャナーを紹介しました。この動画がいいと思われた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。